はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。アップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということで、ここ1週間はとにかくね、アップル自身の動きが非常に活発だった1週間でしたね。まあそのあたり含めてですね、 iPhone 15シリーズの噂などですね、ありましたんでまとめていきたいと思っています。はい、ということで今週はアップル自身の動きが目立った1週間だったでしょうか。 iOS16.4 など OS のアップデート各種がリリースされたり、あとは WWDC23 の告知ですね、スケジュール発表、そして、まあ、当方はですね、専門誌 Mac ファンにインタビューを受けてね、掲載されるなどの動画を上げているので、ぜひご覧ください。で、まあ、OS のアップデートとかね、ファームウェアのアップデートについては、まあ、各種ね、リリースされてますが、まあ、こんな感じのね、まあ、各種あるわけですけども、まあ、ちょっとね、思ってたより1日早かったのもあってですね、まあ、速報として iOS、iPadOS 上げましたけども、ちょっとね、深掘りできてなかった部分あるんでね、まあ、今週この新機能はいいなんていうのを紹介してもいいのかなと思っていますけど、まあ、割とね、細かい機能とかね、マニアックな機能が多いのかなというところはありますよね。で、合わせてね、Apple は3月30日に、こちら iPad 用のページズとかナンバーズとかね、キーノート、まあ、いわゆるね、事務処理系のやつ、まあ、これの Apple Pencil ホバーをサポートしたなんてことでですね、アプリの更新を行っていますけども、まあ、このホバリング、まあ、いわゆるね、Apple Pencil のポイント機能ですけどね、まあ、これについては、16.4 でですね、チルトと方位角のサポートを獲得しているということで、こちら私の動画でも紹介しています。はい、そしてアプリとしては3月28日に Apple Music Classical というアプリがですね、対象国で登場していますけども、まあ、こちらはクラシック音楽の愛好家にふさわしいリスニング体験を提供するために設計された音楽配信のアプリケーションということで、まあ、クラシックをですね、まあ、聞くためのアプリなんですけど、これ Apple Music のサブスクリプションの登録者であれば追加費用なしということですね。そして、Apple Music が提供されている全世界、括弧日本、中国、ロシア、韓国、台湾、トルコを除く、App Store でダウンロードできますということで、まあ、残念ながらね、日本はまだだったんですよね。で、まあ、なんだかですね、6カ国を除いてる割に全世界とかって日本のプレスリリースでは書いていまして、違和感感じて、米国本国のプレスリリースも原文読んだんですけどね。で、原文ではね、Apple Music が提供されている場所、括弧日本、中国、ロシア、韓国、台湾、トルコを除くになってたんで、まあ、なぜか日本のプレスリリースでは全世界をね、アピールしていますが、6カ国も抜けてるんじゃ全世界じゃないだろうという、まあ、ちょっとツッコミどころのあるリリースになっておりました。まあ、ちょっと上げ足取りになっちゃって申し訳ないですけども、まあ、日本は後日ということでしょうかね。あとはこれミュージックと関係ないですけど、まあ、合わせて日本は対象外のサービスとして、米国本国で Apple Pay Later という後払いサービスもサービスとして開始していますね。で、お次もね、Apple 自身の動きですね。3月31日、95Mac の記事ですけど、Apple 自身も公式発表していますが、韓国のカンナムにユニークな新しいお店をオープンしたってことで、韓国4番目の店舗ですね、こちら。で、Apple カンナムの特徴はですね、ユニークなデザインのダブルハイトファザードで、全く新しいグラデーションフリットと鏡面コーティング処理によって、こう上から下へぼかしをしているという、まあ、それがApple マークのね、背面の話だと思うんですけどね。で、なんでもね、2030年までに二酸化炭素排出量をゼロにするという、まあ、Apple の計画の一環として 100% 再生エネルギーで運営されるってことで、オープン日には K-POP グループの特別な Today at Apple のセッションもあったそうで、ちょっとね、行きたかったんですけどね、ちょっとね、いろいろ事情があって断念をしました。はい、そしてここからですね、 WWDC の2023年のまあね、告知を受けてという話になりますけど、4月2日ブルームバーグのパワーオンニュースレターですね、ガーマン記者の記事になっていますけど、で、ガーマン記者は取材をもとに初の MR ヘッドセットを発表する予定だとしていますけども、まあ、Apple 社史上ですね、最も重要な日の一つとして発表だとしています。からポスト iPhone 時代の始まりですということで、ただまあリスクは伴うと思いますけども、革新的な発売となる可能性がありますよってことで、まあ、次の主要製品カテゴリーとして登場して、まあ、人々がポケットに収まるタッチスクリーンではなく
ヘッドセットを介して世界とやり取りするように、まあ、こう未来が変わっていくんじゃないかという、ね、ことを言っています。で、その他 XROS とか付随サービス、ソフトウェア、開発キットとプラットフォームも発表と予想されますということで、まあ、これ先週のブルームバーグの記事同様に発表前提の説を推しているのがガーマン記者ですね。まあ、このニュースレターではヘッドセット以外にも今年中盤に新しい Mac の発売が予定されていますという話をしていまして、新しい MacBook Air のモデル、そして Apple Silicon 搭載した Mac Pro、 あとは最新の iOS と MacOS のベータ版では、まあこれらの新しいマシンに対応するサポートが組み込まれる予定であるということで、まあその他ですね、まあ Apple 自身が言ってる通り、まあ番号は公開していませんけども、 iOS 17、 iPadOS 17、 WatchOS の10、そして TBOS の17に MacOS 14のプレビューも公開されるんじゃないかというねことを書いていまして、で記事内ではですね、失敗が許されないデモンストレーションな上に洗練された内容にするために基調講演はビデオになるようだと書いていましたね。ただそのヘッドセットについてはですね、生産は遅れ気味なんじゃないかということを3月30日にアナリストのクオさんがツイッターで投稿していますよね。それによると、Apple は AR、MR ヘッドセットの発表が驚異的な iPhone の瞬間を再現することをあまり楽観視していないため、量産スケジュールが1から2ヶ月延期されて、第3四半期の半ばから後半になったなんていうこと で、この延期によって市場が広く予想しているように、新機種が WWDC2023 に登場するかどうかも不透明になっているなんてことをね、言っていまして、でさらに大量センサーの遅れにより今年の出荷予測は20から30万台にとどまり、50万台という市場コンセンサスを下回っているというふうにね投稿してるんですね。なんでね、 WWDC で発表するかどうかも不透明という説もねあるみたいでね、まあ少なくとも生産は直近に言われていたスケジュールよりもずれたようですね。まあただ発表はしちゃって生産が少し遅れただけという可能性もあるんじゃないかと思いました。でさらにね、こちらは3月28日の 9to5Mac、 ニューヨークタイムズがソースの記事によりますとですね、このニューヨークタイムズでは6月の WWDC で正式発表予定の AR、VR ヘッドセットに懐疑的な意見も従業員も一部にはいるとしたということで、でまあ何でも Apple はまずヘッドセットを高プレゼンスデバイスとして売り込んで、拡張現実のビデオ会議とか会議を可能にするってことで、で 3D 空間で画像やビデオ編集など創造的なツールとして機能して、でまあ、記事では一般の人々よりも最初は企業にとって魅力的になるものではないかと示唆をしたなんてことで、まあ、これ出てみないと何とも言えないですけども、まあ、最初は一般の消費者向けで受けるデバイスにはならないっぽいというね、感じもありますよね。で WWDC で見られるかもしれないそれ以外のハードについては、これ4月2日にマックルマーズが記事としてまとめていますけども、まあ、これ主に3つのデバイスが発表されるんじゃないかってことで、まあ、1つ目はね、広く噂されている15インチの MacBook Air で、これが 13.6 インチと一緒に発売されるんじゃないかということで、これは14と16インチの MacBook Pro の中間のサイズになるということで、でチップについては M2 と M2 Pro チップ説や M3 チップ説があるが、今のところ定かになっていないと。あとは Mac Pro ですね。既存の Mac Pro と同じ一般的なデザインで、こちら M2 ウルトラ搭載というね。で、あともう一つはそのヘッドセットっていうのもね、3つに上がってますが、で、4つ目、まあこれはまあ三角として Mac Studio っていうのは噂はなくて不明だけども、まあ可能性がないとも言えないし、ないかもしれないみたいな、ね、表現をしてましたね。まあこれハードはね、まあいつもね、出るわけじゃないんで、WWDC どうなるんでしょうかね。はい、そして WWDC で発表予定の WatchOS の次のメジャーバージョンについては4月2日 9to5Mac の記事ですね。こちらはガーマン記者のパンオンニュースレッターの有料版がソースとなった記事のようですが、これによると WatchOS の10についてはユーザーインターフェースの注目すべきアップデートを含む大幅な変更を特徴とすると報告しているそうでですね、まあ、近年あまり変わってなかった WatchOS ですけども、まあ、ここ数年ではですね、アクティビティの追跡や一握りの新しいウォッチフェイスなどの機能の反復的な改善だけだったのが、まあ、今回はかなり広範なアップグレードであるとしているってことで、まあ、確かに変わり映えないのが続い
てましたけどね、まあ、かなり変わると楽しめるのかなというところですね。はい、そしてここからの iPhone の噂ですね。3月30日、マックルーマーズがマックルーマーズフォーラムでの共有を元にした記事ですね。で、これによりますと、iPhone 15 Pro と 15 Pro Max のユーザーは、設定の新しい感度トグルで、デバイスのソリッドステートボタンの感度をカスタマイズできるってことで、で、なんでも超低エネルギーのチップを使って、電源オフとかバッテリー切れでも、ボリュームとか電源とか、アクションソリッドステートボタンが機能し続けるってことで、で、さらにはですね、ケースや手袋に合わせて、ユーザーがボタンの感度をカスタマイズできるための設定が iOS 17に含まれるということを、まあ、匿名の情報提供者から聞いたというね、話なんでね。まあ、このあたりね、電源オフとかバッテリー切れ時どうなるのか心配してましたが、ちょっとね、面白い対応をするみたいですね。はい、そして iPhone 15シリーズについてはさらに面白い話が出ています。今年より多くの国で物理 SIM カードを捨てるのかもしれないという話、3月27日 9to5Mac の記事ですが、で、昨年米国本国では物理 SIM カードを完全に捨てて eSIM のみの iPhone に切り替えを開始したわけですけども、今度はね、フランスの iGeneration というサイトによればですね、iPhone 15と 15 Pro はフランスで物理的な SIM カードなしでリリースされる可能性があると、まあ、情報提供者から聞いたなんてことでですね。で、まあ、記事では多くの国の通信事業者は Apple の技術への依存度が高まっているため、過去数年間で eSIM のインフラを強化してきたんで、まあ、フランス以外のヨーロッパ各国や、まあ、日本も含めた他の国も、まあ、可能性がないとは言えないってことをね、書いてましたね。で、日本もね、iOS の 16.4 から au に引き続いて、ドコモでもね、eSIM の、まあ、iPhone 間移行っていうのが、まあ、対応したんで、まあ、そのあたりね、もしかしたらという感じもしつつありますよね。はい、そしてもう一つ iPhone 15シリーズ絡みですね。3月30日、メディウムにアナリストクオさんが投稿しております。これによりますとですね、カメラのレンズサプライヤーは2つのリスクに直面しているってことで、で、その2つのリスクっていうのは、1つは高水準の在庫と、もう1つはペリスコープレンズ関係ですよね。で、まあ、iPhone 14 Pro とか 14 Pro Max で、このクオさんが予測していた部品とかレンズの在庫リスクっていうのが今起きていて、まあ、とにかくね、在庫が多いんで、まあ、要するに、まあ、この第2四半期のレンズ受注っていうのが非常に弱くて、前の四半期に比べて 35% から 40% 減なんですってね。で、あとは加えて 15 Pro Max に搭載予定のペリスコープカメラの、このサプライヤーがですね、これラーガンというところだけなんで、他の、まあ、サプライヤーにはね、行かないみたいなのに加えて、ラーガン自身も4ドルという価格から利益が得にくい構造となっているそうで、結構部品メーカーさんは大変な状況みたいですね。はい、そして最後ですね、3月30日、マックルーマーズの記事、アナリストのロスヤングさんのソースの記事となっています。で、それによるとですね、このロスヤングさんは、Apple が 13.4 インチの OLED ディスプレイ搭載の MacBook Air を開発中ですということで、現行の 13.6 の液晶よりもわずかに小さいものとなっているということで、で、まあ、Apple のサプライチェーンがノートブックに十分最適化された OLED ディスプレイの生産能力を持つと予想される2026年まではですね、まあ、この、まあ、騙し騙しというか、段階的にこの OLED 搭載に切り替えていくようで、まあ、最初に MacBook Air というね、ことのようですね。なんで、26年までは MacBook Pro は OLED になる可能性は低いようですけども、まあ、ただまあこの OLED有機 EL にね、する必然性をどこに持っていくかっていうところでね、電力消費とかね、黒の表示がいいというのはね、まあ、確かにメリットとしてありますけども、まあ、OLED はね、どうしてもその表示できるね、総時間数っていうのが液晶よりもね、少ないですから、まあ、改善はね、しつつあるんですけども、まあそのあたり価格面も含めて、まあどうね、落としどころを持っていくのかというところが気になるところではございます。はい、ということで、まあ非常にね、Apple 自身の動きが目立つ1週間でしたけども、まあ果たしてね、WWDC で何が発表されるのか、
まあ、OS についてはもうね、Apple が言及していますけども、まあ、このね、新しいヘッドセットっていうのは、まあ、クオさんはね、あるかないかまだわかんないとおっしゃるし、まあ、ガーマンさんは、バーンと出ますよとおっしゃったりしているんで、まあ、果たしてどっちになるのか見守っていきたいと思っています。まあ、その他 iPhone 15シリーズの噂もね、ちょこちょこ出てきましたけど、まあね、eSIM の話とか気になる点もですね、今後注目していきたいところでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。